カラオケ行く約束してたんだ、うん、香川とパコッターだって。パコってないです。じゃあパコリを誘われたこと何回ある？あ、それはもう配信中とかに LINE が来て、でトイレでなんか香川さんからトイレに、あの FC2 とかに香川さんがトイレ行くんですよ。でその間に LINE が来るんですよ。で見せてっていう。何見せて？え、おっぱい見せて。で見せた？あ、ちょっと。超ウケる。そういう、香川さんがそういう性癖なんですよ。面白いな。あの、どんどん言え、どんどん言え。あの、香川さんの性癖で、あの、その、配信中にトイレで、あの、オナニーするんですよ。え、配信中にちょっとトイレ行ってくるわって言って、オナニーするの、あの人。そう。おお、で、おっぱい送れと。そう。で、もう、なんか、ほんと、1分ぐらいで、ああとか言って、ああいいよとか言って、ありがとうっつって、で終わる、終わるんですよ。超早いんですよ。くっそ面白いさ。で、もう3分くらいですぐに配信戻ってきて。健座モードで配信続けんの？続けますよ。そのまま何事もなかったようにオナニーして、はい、女性リスナーにおっぱい送れっつっておっぱい送ってもらって1分でオナニーして、はい、でさーって言ってくれた。そうです、そうですよ。くそ面白いな、ほんとに。ウケるな。おっぱい何回送ったの？何回？でも、2、3回だったの。なんか FC2 に行ってた時あって、香川さんが1年ぐらい前で、そうで、その時に、うん、なんかあのトイレ行ってくるって言って、うん、なんか、うん、トイレ、あ、行ったんだと思ったら LINE かかってきて、うん、すぐ見せて、すぐ見せてって言って、うんうん、で、なんかオナニーして、うん、で、また戻ってくる。何それって、動画でってこと？写真じゃないの？ LINE 通話の動画？動画でおっぱいを見せて向こうがしこってるのを見てるの？ずっと。いや、しこってるのは見えないんですよ。じゃあ声とか聞こえてくるの？声は聞こえてくる。しこしことか聞こえてくるの？そうそう。何それ？おーとか言って、あ、いいよとか言って。やべえな、性癖すげえ。香川さんかっけえ。なるほどね。それをだから多分あの休憩行ってる間にいろんな子に LINE してるんだと思う。ああ、今日は誰にしようかな。そうそうそう。すげえな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。